おお。はい、どうもこんにちは、ラルマロです。今回はですね、Wi-Fi ルーターをですね、新しく買ったので、それを紹介していきたいかなと思います。もう早速開けていきましょう。よし。よっしゃい。今回はこちらを買いました。バッファローの WXR1900HDP2 になります。結構安くなってたんで買いましたね。あとこちらがサンワサプライのカテゴリー7のLANケーブルですね。ちょっと別にカテゴリー7じゃなくてもよかったけども、まあそんなに値段が高くなかったんで買いました。じゃあこれをね、紹介していきたいと思います。バッファローの WXR1900HDP2 なんですけども、特徴をね軽く述べてからっていきたいと思います。まずですね、干渉波自動回避機能が搭載されていると。これ電子レンジなどのノイズも自動で検知して回避すると。ノイズがあるとちょっとね通信が妨害されてですね、通信速度出さないことがあるんで、これは結構便利なものですよね。でそれから空いている帯域へ自動的に誘導し、通信の混雑を解消するハンドステアリングの機能が、搭載されていると。これですね、5GHz と 2.4GHz の、2帯域使えるものになっているので、複数で使うときに、複数の機器をね、同時に使うときには、いい機能ですよね。で、それからですね、速度に差が出る 1GHz デュアルコア CPU を搭載していると。さらにそのCPU 以外にですね、2.4GHz と 5GHz にそれぞれ補助チップを搭載しているため、2種類の電波を同時に高速処理が可能で、高い実行スループットを実行できると。実行スループットとは何なのかって僕分かんなかったんですけども、よく知らなかったんですけども。で、これがですね、条件のいい状態で実際に通信できる最大値というのが実行スループットというもののようです。まあ、無線 LAN ルーターはインターネット回線とパソコンなどをつなぐ通信制御を行っており、この制御能力によってまあ実行スループットが決まるということなんですね。だから処理能力が高い CPU を使用しているので、まあ高い実行スループットが得られますよということですね。それからギガ Wi-Fi を実現する 11AC 準拠版ということだね。 11AC は従来の 11N に比べて約 2.8 倍の高速伝送速度を実現。大容量データを短時間で転送でき、無線 LAN を介したハイビジョン映像の再生もスムーズですと。まあ要は 11AC なら一度にたくさんその量、データ転送量がすごく大きいので、まあ一度にたくさんハイビジョン映像をね、他の機器でこう同時に見ても対応できるということのようですね。あとスマホとかの場合になってきますけども、ビームフォーミング機能ですね。これは無線 LAN では距離や障害物によって電波がロスしてしまうため、本来のスループットが出ないと。本製品では、まあ、接続する機器の位置や距離を判別し、電波を適切に届けることで転送速度安定性を向上させるビームフォーミングに対応していますと。それからこれと多分ほとんど変わんないと思うんですけども、若干すごいのかな、ビームフォーミング EX というのに対応していると。 iPhone から出る電波を手がかりに iPhone の位置や動きを検知し、電波を適切に届けることで転送速度安定性を向上させるビームフォーミング EX に対応しています。実際にビームフォーミング EX 機能がある場合はない場合と比較して実行スループットが最大 50% 向上します。 iPhone とか、ね、iPad とかにも対応できていると、まあ、いうことですね。それではですね、実際に開けていきたいと思います。はい、では開けていきたいと思います。ました。まあこれ説明書がまず入ってますね。いや本体と、わ思ったより薄いな。結構薄い。あとこれがまあアンテナ部分ですね。これ支える部分かな、土台の部分かな。それから AC アダプターがついてきて全部になります。よいしょ。思ったよりもだいぶ軽いですね。うん、びっくり。まずアンテナをねつけていきましょう。これ回すだけでいいんだよね。あ、回すだけでつくね。なんかアンテナがないよりある方がなんか良さそうなイメージですよね。単純にね、その素人目から見ると。やっぱこれだけ3本のアンテナがあるとなんか強力ショーンは、強力そうな気がしますね。こう自由にね、角度が動きますんで。まあ、自分の部屋がある方にこう曲げればね、いいんじゃないですかね。はい、ということで、ざっとこんな感じですね。開封動画だからまあ、開封してますけども、まあ、これはまあ見た目というよりですね、実際にどれくらい
の、まあ、速度が出るからですよね。ここが重要なのね。はい、それからもう一個買った LAN ケーブルですね。まあ、二つ買ったんですけども、まあ、カテゴリー7とか、まあ、6とかね、6A だの E だの、よく、まあ、僕もそこまで詳しくないんですけども、まあ、カテゴリー7はですね、カテゴリー5の6倍、カテゴリー6の 2.4 倍の伝達帯域である 600MHz をクリアしていることが、帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果がありますということなんですけども。でもそんなにね、カテゴリー 6A とか E とかと比べてほとんど変わりません。うん。これを使ってですね、まあ、やっていきたいかなというふうに考えています。で、今、使ってる無線 LAN がですね、WZR450HP シリーズでどれだけ通信速度でできるかね、上がりと下りの方をちょっとですね、見ていきたいと思います。今の環境なんですけども、2階、この今の部屋が2階で、1階に Wi-Fi ルーターをですね、置いているので、同じ部屋じゃないんでね、まあ、その部分も考慮してちょっと測定したいと思います。じゃあまず1回目行きましょう。うん、そんなに、まあ、悪くはないと思うんですけどね。あと、3回、あと2回やろうかな。3回測定して平均にします。はい。だいたい下りが、まあ、34ぐらいかな。34。で、上がりが46、まあ、47ぐらいかな。っていう感じですね。うん。じゃあこれつけたらね、どれくらい変わるのかですね、早速設置していきたいと思います。よし、まずは 2.4GHz の方から測定していきたいと思います。じゃあいきます。おー、でも結構いるな。 2.4 で、お、結構いるな。バイトまでは言わないけど結構そこそこいるな。おお、2.4GHz のね、周波数帯域でも、前回のあの Wi-Fi ルーターと比べると結構早いですね、これでも、だいぶ。一応3回測りましょう。測ります。はい。早い。プラス取ります。はい。うん、安定して早い。だいたい平均してね、まあだいたい下りが60、上がりがだいたい67ぐらいは出てますね。早い。2.4GHz 帯でも早い、十分。早いのかどうかわかんないですけどね。今まで僕が使ってたものと比べるとだいぶ早いですね。はい。じゃあね、5GHz 帯をいよいよやりたいと思います。じゃあ測定をします。おい。おお!200いったな。遅っ。遅っ。おー、だんだん速くなってきた。何これ何これこんなに差がある、こんな差があるもん。もう一回やってみるか。さっきのなしかな。もう一回、なんか変だな。もう一回します。はい、いいね。ダウンロードスピード速いね。あー、いたいた。早い。おー、あ、さっきのおかしかったんだな。おー。ちょっと待って。すごい差があるな。さっき200だったのがいきなり155になっちゃったな、さっき。もう一回やろうか。いきます。はい。おーと200いった。いった。250。250いった。おー。お、230。まあ、早い。すごい行くな。結構行くな。すごいな。お、いいね。うん。237。181。結構行ってますね。あとこれで3回繰り返しましょうか。急に遅くなっちゃうね、これ。おーっと、いいね、いってるね。
お、いいね。うん、これが本当の実力かな。243いったね。まあ、ちょっとこうあんまりね、あの選別データ選別しちゃうとね、チャンピオンデータになっちゃうと困るんでね、ちょっとあとこれで2回やりましょうか。なんかたまにアップロードスピードが遅い時ありますね。止まった、何これ。もう一回やろうか。どうなんだろうなこれ。ちょっとなんかこれブレが大きすぎてよくわかんねえな。おっと、270いったね、今280いったね。早いね。うん、いいの出ました。はい、ということでね、だいぶ、やっぱ 5GHz 帯だとだいぶ早かったですね。うん、ちょっとね、ブレも大きいなというのもありますね。なんか、アップロードスピードが異常に遅かったりとかもしたんでね。うん、まあ、この測定方法が、まあ、正確かどうかっていうのはわかりませんけども、少なくともだいぶ早くなった可能性が高いと。実際に使ってみてこれでどうなるかなんですけども。もう本当に今、10,000、まあ、URL 貼っときますけどもね、あの、未公欄の方に。結構安くなってるんでね、おすすめの Wi-Fi ルーターだなと思います。うん。それでは、ありがとうございました。タラモンでした。ご視聴ありがとうございました。PC の方は画面上のチャンネル登録ボタンをクリック。もしくは画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。スマホ、iPhone、タブレットの方は画面下のチャンネル登録ボタンをクリックしていただけるとチャンネル登録でき、僕のチャンネルにアクセスしやすくなりますし、ララも僕も大変嬉しいです。よろしくお願いします。